2024年セリーグ順位予想、アナリストの予想。首位阪神3、4、持続できるかどうかなのよな。去年の阪神とかどう考えてもやしで勝ってたしな。阪神はシーズン始まったら問題ないだろうって判断なんか。前年の日本一から戦力大して変わってないから、そら阪神になるわな。阪神は結構な数の選手が去年キャリアハイクラスの数字出してるんやろ。阪神はプレシーズンでちょぼちょぼ主力が怪我がちになってるのが不安ポイントよな。いいヤクルト3、4。ヤクルト高すぎや。ヤクルトいいクラスいける。ヤクルト評判ええやな。ヤクルトは開幕から怪我人多すぎやのに。散々言われてるけどヤクルトは予測するだけ無駄。3位横浜2、4。天才打者はトライがいる横浜が優勝だろ。横浜は普通にきついと思うけどな。横浜は A クラス争いができそうでよかった。横浜界にしとけば A 化の風潮は消えた。もともと打力あるチームで投手が課題だったのにエース級2枚抜けの現実。4位巨人1、4。巨人は外野手弱いから。巨人もトネウはブレしまくったな。巨人って3年連続借金持ちチームだよね。毎年この時期だけ持ち上げられてるの風物詩。相変わらず外野とリリーフが怪しいのと二遊間がリセットされてそうな懸念がある。5位広島3、4。広島の運は最強だからな。広島というダークホース。広島界にしとけば A かの風潮。広島とか去年は指標悪いのに2位だから。6位中日4、4。中日ドラ安泰。中日安定感あるから好き。満場一致で中日ドラは草。中日ドラ再開多すぎて草。やった、今年の中日はやりそうだ。中日ドラが一体何をしたって言うんだよ。でも中日ドラ再開だけは絶対当たるから。中日に岡林いないし、去年の戦力で計算できねんだよな。中日も去年運が悪かった部分はあるから、今年は上げてくると思う。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。